でその後にみんなで一緒にこうやって回ってください。一周して理解できていないもしかして。まあできんやろね。まあでも見たらわかる。でその後に横に行くよっていう時があるのでみんなで肩組んで肩組んでもらっていいですか。でこれでで横移動でおい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 でまたおい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 を4回繰り返しますのでやるよ。クロアのみんなも4回連続でみんな肩組んでください。マジ部活だと思っておいおいって声出してほしいね。絶対もうここでもうみんな真ん中集合して全員確かにいいですかね。まあ、振りは今さっき言った通りこれなんで、はい、真似できる人は真似してみてください。はい、お願いします。お願いします。じゃあみんなで一緒に踊っていきましょう。新曲聴いてください。パピークラスター。
か一回あそうだ新曲の話しなきゃとね。そうだね。みんなどうでしたか？どうでしたか？いい反応ってことだね。何反応しようって。なんかでもみんな言ったこと全然してくれなかった。なんか独自の遊び方してたからすごいなって思いながら。でもね、だいほかなんだろう、今後のライブでもっと振り込み勢がね増えてくると思うんで、たくさん覚えてくれたらなって思います。お願いします。はい、近々ねサブスクも公開されたら。そうですね、いいなー。なのでそちらもされると思うからね。多分ね多分されると思うからね、聞いてほしいなって思います。そしてね、MC1 回目で触れなかったんですけど、ポメラニアン T シャツしてきました。みんなずっと気になってたと思うよ。レッツ見て、レッツで面からの足跡マークが。そうなんですよ、初めて色あり T シャツをね、そう今回で見て、この全てのポメラニアンたちに栄光ある。これツイッターに書いてるやつね。はい、で今はちょっとねメンバーだけ特注させていただいたんですけど、あ、そうなんですけど、多分だから受注発注が受注発注販売、受注販売あるのではってなってるのと、皆さんのね賛否によってこのポメラニアンが消えるか消えないかが、ちょメンバーはねポメラニアンいるんですけど、お客さんの要望次第ではちょっとさよならポメラニアンになるかもしれない。まあちょっと分かった、いたりいなかったり。今回のためにね作ってもらった。そうそう、途中ポニラニアン、ちょっとやっぱそれはいいよ、ワンポイントだね。ワンポイントポッケ、ま、ワンポイントみたいな。あーなるほどね。あ、まあ、じゃあまあちょっと要検討で、はい、まあね、この T シャツが受注で販売されるので、よかったら、SNS でね多分告知されるんで、そちらの方チェックでお願いします。お願いします。ポメラニアンちょっと告知とか何件かウニちゃんにしてもらおうかな。はい、今週末ポメラニアンは土曜日がここピースカフェでハロウィンライブがございます。来れない方はね通販チェキも販売したりしてるので、そちらぜひゲットしてください。と日曜日がビーズ新曲お披露目対バンもピースカフェですよね。はい、ピースカフェでございます。で3連休なんで月曜日がピースカフェ、わ全部ピースカフェだ、ポパフェです。はい、3連休は皆さんここに通ってください。お願いします。お願いします。そんな感じでじゃあね、ポメラニアン後半戦に入りますけど、まだまだ皆さん一緒に盛り上がっていけますか。ポメラニアン準備大丈夫ですか。イエーイ。じゃあ後半戦一緒に楽しんでいきましょう。I'm not afraid to die.
生きる場合